語り場チャンネル。チャス。語り場チャンネルです。今日もまあ適当にお酒を飲みながら、ちょっと普通にお話をしながら、まあ、晩酌していこうかなとは思っております。ちなみに今日のおつまみはこちらの近所の魚屋さんで買ったお刺身ですね。380円、非常に安いです。まあこれをつまみながらやっていこうかなと思います。いやまあ年末年始は皆さんどうお過ごしでしょうか。ちなみに今日のお酒なんですけど、じゃーん、じゃあですね、ドン、はい、これ東京のお酒ですね。沢の井さんの辛口、前の職場の、仲間が、まあ、仕事辞めるときに、選別としてこちらをくれたんで一升瓶持ってきました。今日はこれ飲んでいきたいと思います。まあ、間違いなくこれは缶酒にすると美味しいやつですね。食中酒としてはかなりいいお酒ですね。なのでまたこちらの温度調整できるやつにぶち込んでぬる缶にしていきたいと思います。まあ、出来上がるまでちょっとね普通に冷やで飲んじゃいます。よいしょ、しゃ、じゃあ乾杯。お疲れ様です。あ、いいっすね、辛口。やっぱ辛口は食事に合いますからね。いやー、富山はやっぱお刺身ですよ、お刺身で。まあ、今回はちょっとアニメの話をしようかなと思ってます。まあ趣味がアニメ、ゲームと野球と、まあいろいろあるんですけど、まあ今回はちょっとアニメの話をしようかなと思ってます。で、もう年末なんで、本日は12月30日ですね。もう明日で、年越しになっちゃうんですけど、まあ2023年の秋アニメですね、10月からやってるアニメの中で、まあ良かった、まあ見てたアニメをまあ、紹介しようかなと思ってます。まあ、秋アニメもまずまず豊作でしたね。まあでもなんか有名どころのタイトルが多かったんで、まあ基本的には全部は見てないんでね、実は面白いけど見てないやつもあるとは思いますけど、まあ見てた中で面白かったの一応紹介しようと思います。まあ有名どころなんですけどね。まずはシャングリアフロンティアですね。これはやっぱ作画が良かったですね。で原作ももともとマガジンで読んでたんで、まあストーリーも間違いないと思いますし、まあ普通にやっぱ面白かったですね。まあ、あと音楽ですね。オープニングの音楽がなんかやっぱ癖になりましたね。あれは良かったですね。うん、シャンフロはマジで面白かったです。あとスパイファミリー、まあこれもベタですけどね。うん、まあストーリーがもう間違いないんで、アーニャ可愛いし、うん、だから先々月か先々月かに行った、先月行った赤レンガのテレ東祭60歳かでもなんかアーニャの着ぐるみ見っけましたけどね。やっぱ人気ありますね。うん、で今劇場版も公開してますから、まあ、早く見に行きたいんですけどね。うん、まあスパイファミリーは間違いないですね。もう一個が早々のフリーレンですね。やっぱこれもやっぱいいっすね。うん、漫画でサンデーで読んでますけど、これも間違いないっすね。うん、
なんかなぜか視聴率が低いというのがネット記事になってたんですけどね。いやめちゃくちゃいいけどな。まあでもあのなんだろう、起承転結がちょっとまったりしちゃってるから、ちょっと知らないユーザーにはついていけない可能性はやっぱあるんだろうな。派手さはないからね。でもフリーレンめちゃくちゃいいけどな。あとまあ、あと地味に作画がめっちゃいいっすよね。あれは気づいてる人は多いと思いますけど、あの髪の毛の動きとか、いやめちゃくちゃ細かいところまで作画が行き届いてるんで、めちゃくちゃ派手さがないけど作画がめちゃくちゃいいっていう珍しい作品ですね。うん、かなりのこだわりは感じましたね。うん、もう一個が東京リベンジャーズですね。まあこれ続編ですけど、まあまあまあこれまあ原作が面白いんでね、うん、間違いないですよね。うん、まあ制作がライデンさんだったんで、まあその縁もあって、まあ毎週しっかり見てましたけど、まあまあやっぱ不良漫画の中では面白い方ですよね。一応タイムリープものですけど、うん、まあ、東京リベンジャーズは面白いですね。で、もう一個がドクターストーンですね。もうこれもまあ間違いないですよね。原作はもう終わっちゃいましたけど、ジャンプで、うん、やっぱ面白いんで最後までぜひ走り切ってほしいかなって思いますよね。原作終わっちゃうと、ね、そのままうやむやになって続編作んない場合が多いですけど、まあ、しっかり作ってほしいですね。うん、まああとは、まあ、ルロケンはまあまあまああれもまあリメイクですけど、しっかりよくできてたんで、あれもライデンさん作ったんですけどね、非常によくできてたと思いますよ。やっぱ声がね、声優が変わっていろいろ話がありましたけど、まあ俺は別に違和感なく見れたんで、まあ良かったのかなと思いますけどね。あ、ちょっと熱感ぐらいいっちゃったな。まあいっか。やっぱ冬はいいっすね、熱感。温まるわ。喉にくる感じたまんないね。で2023の、うん、秋アニメ、まあ秋アニメっていうか普通にそのまま継続だったのが呪術廻戦、まあ、やっぱ間違いないですね。今期一番やっぱいいですよね。実は原作全然読んでなくて、第一期見て原作をジャンプの方で本誌で読み始めたんで、まだそこに追いついてないんですよね、アニメが、うん、なのでまあ次からは第三期からは俺が読み始めたところに追いつくんで、だからそろそろもう単行本買ってもいいのかなと思いながら、なんかアニメに合わせてネタバレしたくなかったんで原作を買わないようにはしてたんですけど、まあまあまあもう追いつくんで、もうそろそろ原作買ってもいいのかなとはちょっと思ってます。うん、まあ、うまいですかね秋アニメは。まあ本当大きいとこ有名どこしかなかったですけど、うん、まあまあまあ面白かったですね。で、まあ来年ですね、これ期待の。来年は豊作っすよ。24年冬アニメ。まあ、先ほどチェックしましたけど、まあ、間違いないのがいっぱいあるなっていう感じですね。うん、まずビッグタイトルがいっぱいあるんで。まずは、青のレクイエム？あ、エクソシスト。青のエクソシスト第3期、いややっとやるなって感じですよね。
なんでこの、第2期が2017年とかそんぐらいだもんね。6年ぶり7年ぶり。その前の第1期も2011年とかそういう感じだからね。もう長い、待たせすぎ。青のエクソシストめちゃくちゃいいんだけど、もっとコンスタントにやってくれねえのかなって。もう原作も20何巻出てんだからね、サクサクとやってくれればいいんですけどね。これちょっと期待してますね。完全にもうどこまでやったか忘れちゃってるんで、ちょっとネットで第2期しっかり見てから臨みたいかなと思いますけど。あとはうるせえやつら、これ第2期ですね。いやー、これも間違いないですね。若い子にうるせえやつらがハマるかどうかはちょっと謎ですけど、まあおじさん世代はね、たまんないよね。声は違うけど、やっぱクオリティもいいし、何より本当に原作に忠実な感じで、作ってくれてるから、なんかもう本当に安心して見てられる感じですね。楽しみだな。で、銀河英雄伝説、これがね、やっと地上波で一気にやってくれるってことで、これなんか1年間やってくれるらしいんで、47話だか8話、なんで1年間ずっと銀英伝は見てられるのかなって。だから最初の3月までは多分今まで地上波でやってたやつやるのかな、もう一回。まあ忘れてるんで、しっかりそこも復習しながら、1年間しっかり見ていこうかなと思いますね。で、なんといってもこれね、キングダム第5期、やっとキングダムですよ。もう原作がガンガン進んでるから、もうバンバンアニメやっていただかないと一生追いつけねえぞっていう。いや、もうちょっとねペース上げてほしいんですけどね、キングダムは。やっとやるかって感じですね、第5期。いや、これ楽しみだな。あと有名どこで言うと、あとはダンジョン飯ですね。原作は読んでないですけど、もともとなんか定評のある原作なんで楽しみですし、制作がトリガーさんなんで、久しぶりにトリガーさんの地上波のアニメだから、すげえ期待してますね。これめちゃくちゃ楽しみですね。でもう一個が、ドサンコギャルは生ラメン来い。これジャンププラスでやってる漫画なんですけど、シンプルに、キャラが可愛いのもあるんですけど、北海道の北見の女の子の話なんで、なんか親近感も湧いて、ちょっと原作は読んでるんですけどね、なんとなく面白いんで、アニメ化するっていうことなんで、ちょっと楽しみにしてます。が、一応本命としてる、間違いないだろうっていうのが、まずここまでのラインナップですね。この6個は間違いないかなと思います。で、一応、期待してるのが、あと6個あって、1個が、俺だけレベルアップな剣、ってやつですね。なんですかね、これファンタジーものですかね。制作が A1 なんで、作画は間違いないんで、A1 が作れば大体面白いんですよね。A1 なんで、普通に、一応確認しながら、面白かったら継続して見ていこうかなと思います。で、2個目が、グレートプリテンダーラズブリウト、これですね。
まあ以前やってた、何年前だ、2年前ぐらいかな、グレートプリテンダーやってたのがめちゃくちゃ面白かったんで、まあそれの続編っぽい感じなのか、続編、世界線が一緒なのか知らないですけど、まあグレートプリテンダーの続編なんで、期待してるんですけど、まあただこれ配信のみで DNNTV っていうのがね、ちょっと残念なんですけどね、まあ一応入ってるんで、まあ見れるんでね、これはちょっと確認しておきたいかなと思います。グレートプリテンダー、前回のやつめっちゃ面白かったな、ちょっと期待してますね。で、3個目が、佐々木とピーちゃん、ですね。タイトルだけ聞くとなんかあんま期待できないんですけど、まあ制作が、まあ作画に定評のあるシルバーリンクさんが作ってて、まあ、主人公が、杉田さんと結城葵ちゃんなんで、まあ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 制作となんか主人公の声優がしっかりしてるんで、まあなんか面白い風に作ってくれるんじゃないかなとちょっと期待してます。でもまあファンタジー系なのかな、ね、転生もの、うん、で佐々木とピーちゃんはちょっとチェックしておこうかなとは思います。でもう一個 4個目が、戦国妖子ですね。まあ全然聞いたことないんですけど、これなんですかね、ゲームなのかな、なんかの原作があって、でまあ制作がねホワイトホックスさんなんで、まあここの、まあ、制作の方が作画に定評のある会社なんで、まあ、間違いないですし、なんといってもまあシリーズ構成がね、花田さんなんで、まあ、この方はかなり売れっ子の、脚本家なんで、まあ、この人がシリーズ構成入ってるんで、まあまあ間違いなく面白い話を作るだろうと、ね、やっぱねシリーズ構成ほんと大事だからね、俺の持論ですけど、シリーズ構成で面白さが9割決まると思ってますんで、結局シリーズ構成なのよ、うん、なんでちょっと、うん、戦国妖子ちょっと期待してますね。で5個目がこれがぶっちぎりってやつですね。まあ、タイトルと、うん、キービジュアル見るとなんかそんなに興味はそそらなかったんですけど、まあ、制作がマッパなんで、マッパがつまんねえもん作んねえだろうと、うん、天下のマッパですよ。いやーまあちょっとマッパさんなんで、ちょっとこれは実は面白いの作ってんじゃないかなと、ちょっとダークホース的なのを期待して、ちょっとチェックしてみようかなと、うん、思ってます。で最後に期待してるのがメタリックルージュですね。まあ、これも制作がポンズなんで、まあここも作画がねすごい定評のある有名なとこなんで、まあまあまあ間違いなく面白くは作ってくれるでしょう。でまたスタッフが結構豪華だというふうに、まあ、資料で書いてあったんで、まあ、結構期待してるんですよね。なんでメタリックルージュもちょっと期待して見てみようかなと思います。なのでここまでの12個はまあしっかりチェックしておこうかなと思ってます。で穴馬として一応あのロボットアニメはなるべくチェックする人間なんで、勇気爆発、バーンブレイバーンっていうロボットアニメ、ロボットアニメなのかな、ロボット一応出てくるんで、まあ、一応確認しておきますけど、まあ、あんま期待はしてないです。あ
あと1個ぐらいロボットアニメあったけど、前回のがそこまで響かなかったから見るか見ないかはちょっと謎みたいな。って感じですかね。まあまあ、もう豊作は間違いないんで、来年楽しみですよ。まあ、マジ。まあ、アニメなしね、生きられない体になってしまったからな。まあ、アニメとゲームとヤクルト、もうこの3つあればね、人生楽しい。いやでも今期は本当に呪術廻戦がめちゃくちゃ作がやばかったもんな。燃えるところの話とかめちゃくちゃすごかったもんな。あれ絶対作がやばすぎるよな、あのクオリティは。そのまま劇場版で使えるレベルだもんな、あれ。あれをよう普通に地上波でやってるよな。まあまあまあ、まあ、多分選択と集中をしっかりしてんだろうなとは思ってるけど、なんだろう、引きの絵とかが若干この作画が雑な瞬間あるけど、まあまあそれはなんか雰囲気でごまかされて助かってる感じがするんで、まあ、そこら辺をだからうまくやってんだろうなと、見せるところは見せて抜くところは抜くみたいな、ちゃんとできてるからすごいんだよな。でも本当に最近のジャンプ作品、本当作画がやばすぎんだよな。もう鬼滅からそうだけど、あとなんだろうな。いやまあシャンフロは本当良かったな。シャンフロなんかね、オープニング曲がね、なんかね耳に残るというか、あのウサギキャラがわっわってやる瞬間とかがめちゃくちゃ好きなんだよね。これちょっとオープニング見ていただかないと伝わんないと思うけど、デス声っぽいのでわっって言うときになんかウサギキャラがわっ、あれちょっとハマっちゃったんだよな。あれ可愛かったな。あとネットフリックスがね見切れてないんだよね。バキも全部見れてないしな。なんかポケモンも配信始まったけど、面白いのかな。見てみようかな。なんだっけ、ポケモンコンシェルジュだっけ、そんな名前のやつですよね。一応配信が始まってトレンド入りしてたけど、どうなんだろう、面白いのかな。まあ、任天堂が配ってんだからな、変なのは作んねえだろ。いやでもちょっと来期ちょっと楽しみなんだよな。いやキングダムとダンジョン飯ね、これ本命。キングダムとダンジョン飯本命で。あれ映画ね、スパイファミリー早く見に行きたいんだけどな。めいっ子が見に行ってたけど、なかなかね見に行かないとね。なんかもう最近7日間連続めいっ子たちが遊びに来ちゃってるから、一人で映画に行くタイミングを完全に見失ってしまった。しょうがないけど、まあ、年明けたら落ち着くだろうから、ちょっとね行っときたいね。見に行って、まあ、来年が、コナンあるよね。コナンの劇場版ほぼ見てないんだけど、なんか毎回面白い言うて話題になるから、もうそろそろちゃんと見に行こうかなとは思いますけどね。まあ多分めいっ子連れてなんだろうけど、コナン映画ね。最初の2作品目か3作品目ぐらいまでしか見てないもんな。
最新のコナンとかめちゃくちゃ良かったっていうね。コナンもそんな言うほど詳しくねえしな。俺完全に刃派だったんで。青山剛昌さん、いやマジね、刃がめちゃくちゃ面白かった。コナンはねそんな言うほど好きじゃないんだよね。なんだろう、もういつ組織を見つけてやっつけるねんっていう、いつまでもねダラダラ続けてる感じしちゃうんだよね。やっぱねサンデーにとってはドル箱だからね、しょうがないんだけどね。なんかもうスパッと終わらせるのも美学かなとはちょっと思うけどね。だから俺は青山剛昌って言ったら俺は刃だから。マジ刃面白かったもんな。もうおっさんしか知らないけどね刃ってね。でも若い子知らないでしょ刃。めちゃくちゃ面白かったんだから刃。コナンより全然面白い。さあ、じゃあ続いてのお酒を出したいと思います。じゃん、これ知ってる人多いんじゃないでしょうか。はい、カモシビトク平治です。これ愛知県のお酒ですね。これも本当に有名なお酒なんで非常に美味しいです。これの山田錦ですね、純米大吟醸、これも前の職場の仲間が選別で、くれたやつですね。本当にありがたいですね。わざわざ送ってくれました。はい、これちょっと飲んでみたいと思います。これはもう完全に冷酒がおすすめなんで、こちらのワイングラスで、はい、飲んでみたいと思います。よっしゃ、口開けだ。よっしゃよっしゃ。いや久しぶりだな、クヘイジ飲むの。クヘイジ飲むの何ヶ月ぶりだ。3ヶ月ぶりぐらいか。いやマジクヘイジはマジうまいからね。愛知県行ったらぜひ飲んでほしい。まあ東京でも普通に売ってますけど。あーもう香りが違う。あーうめえな、クヘイジうめえ。もうスルスルいけちゃう。あーうまい、うまいなクヘイジ。いいなクヘイジは。富山で買えっかな。スーパーにはなかったんだよな。酒屋行ったら売ってっかな。まあまあまあ、でもまあ富山のお酒をねなるべく飲んで、地産地消で。うん、美味しい。正月はこのクヘイジでね過ごしたいと思います。ということで、まあ今回こんな感じですかね。ちょっとアニメの話しました。はい、まあ3ヶ月に1回はアニメの話したいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。